いや、日本一熱いゲームじゃないですかね。本当に負けられないダービー相手だけには負けられない試合なのかなと思います。前節で自分たちの不甲斐ない負けで、入れ替わってしまったので、まあ、それをねこの一戦で、取り返すチャンスがあるのでしっかり取り返したいなと。前の選手でもちろん迫力ある選手もいますし、特に山田大樹選手が帰ってきたことでまたアクセントがつけられてるのかなっていう感じはするので。そうですね、まあ、監督じゃないですか。横内さんはジュビロは今シーズン、ね、補強ができないっていう本当非常に難しい中で、本当、ね、現状の選手だけで最初の開幕当初とは本当全然違うチームをやっぱ作り上げているので、またこのダービーでも何か仕掛けてくるんじゃないかなと思いますし、本当いろんなところに気をつけなきゃいけないなと思ってます。本当秋葉監督になってから、まあ、サッカーの本質の部分、本当相手よりも走るとか、もう戦うとか、もう一対一で負けないとか、まあ、僕だったらゴールを守るとか、小学生でも僕らプロでも、じゃあチャンピオンズリーグに出る選手でもやっぱ大事にしなきゃいけないようなことっていうのを僕らはやっぱ大事にやっているので、まあ、横内監督、まあ、森保さんもそうですけど、やっぱそういうところをすごく実は強調する監督でもあるので、本当華麗なサッカーにはもしかしたらならずに、本当そういう本当球際だったりとか、そういうところの戦いになってくるんじゃないかなって思うぐらい、そこの部分は大事じゃないかなと思ってます。日本で一番フットボールを愛している地域ですし、フットボールが根付いている日本を代表する地域だと思ってますから、そこのダービー僕自身も楽しみですし、こんなにこう胸躍る熱くなる多分ゲームは日本中探してもないと思ってますから、しっかりとした集中力を保ちながら、一瞬でゴールって生まれますんで、そういうこう隙を見せずにつくっていうところを含めながら、で点を取らなきゃ当たりますよ、勝ち点が返ってこないんで、しっかりとしたゴールが見せれるように、思いっきり楽しみながら思いっきり最高の結果を導き出したいなっていうふうに思ってます。